はい、どうも星野剛志です。今日の動画はですね、皆さんにも簡単にできる、動画になります。ラウンド中とかね、2日続いてのラウンドとかで、クラブスピードが、落ちてしまう方多いと思います。あとね、ゴルフ場でプレーするとクラブスピード落ちてしまうと思います。じゃあ早速下村さんと合計、はい、で実際ですね、下村さんも関東アマの予選ブロック大会、まあ合計もね、関東アマの予選ブロック大会とね、試合をやるとスイングが崩れたりとか、クラブスピード落ちてるんですけれども、実は昨日ね、ラウンドの前半終わった後、この軽いやつと重いやつをビュン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 振って、やってみたらヘッドスピードがね、上がりました。でこれはよくね、ナショナルチームとかね、中島啓太君とかもね、やってる姿、金谷君とか見かけますね。桂川選手とかもやってますね。早速、ビュンビュン皆さんに振ってもらいましょう。僕もやります。で重いやつから振ってきます。さあ、いきますよ。で下村さんはね、以前はだいたいラウンド中 43.5 ぐらいですかね、はい、で遅くなってきたり疲れてきたりするともう42ぐらいまで落ちちゃうんですけれども、今日はいくつでいけるでしょうか。緊張、息上がってます。お願いします。息上がってますけど、番組成立のためによろしくお願いします。さあ、我が YouTube チャンネル神回になるか、行っていただきます。おう、おー、ナイス。おお、いったぞこれ。ナイスショット、ありがとうございます。記録 45.1、 まあまあ、おめでとうございます。キャリー 240.4、 トータル 258.7。 星野剛志選手、だいたい普段は48ぐらい、48ぐらい。じゃあ今日は番組のために49越しちゃってください。いいよ、普通に打っていいからね。これ自然に飛ぶというテーマだ。おお、ナイス、記録、おお、48.9。今回最速じゃない？ボールスピード 71.6。 ちょっと芯外してるね。でもナイス。お、これはちょっと私にかかってますね。あとは最近はね、46ちょっとぐらいですかね。48は出ないですね。早いと47ぐらいですけど、どうでしょうか。記録、あ、測れてない。なんで？次に計測甘かった。どうして？計測ホール2ホール目、先ほどね、僕はノーカウントでしたけども、ここでね、ちょっと どういう順番で振るか、3段階重さあるんですけど、今2本持ってます。時間がないんで重い方から、振ります。でイメージとしては下半身の力を強く使う感じですね。で次に軽い方を振ります。さあ行ってみましょう。あちらでも振っております。そう、せっせと振ってください。この練習をするとね、スピードも速くなりますがね、体力がつきます。一方でめちゃめちゃ疲れる、息が切れてるのが分かると思います。それでは計測ホール第2弾いきましょう。ホール第2弾、頼む、トラックマン、俺のを測ってくれ。超早く行くぜ。
記録残念 47.3 芯を外したんで 279.5 ヤード、クラブスピード 47.3 でした。本当にね、例えば今までのね、釧路キャンプとか、カレドニアンでのラウンドレッスンのデータぜひ見てください52歳になって、ね、今人生で一番速くなってますから、リアルデータですから。54ゴルフは ですか、これ。おー、ナイスショー。おー、45.9。やった。おー、45.9。ここまで速くなってくると、ロフトを減らしてもいいかもしれない。逆にね、スピン量が上がっちゃってる。ちょっと下に当たったっていうのもあるけど。ちょっとヒールと。でもすごい、45.9 出てる。ほら、見てください、皆さん。すごい。そして、ヤングガン。遅れた。右。まあそこでもね、超えちゃってると思うよ、全部。記録 48.5。281.5。右15ヤード。ちょっと開いちゃった。でも検証結果的にはですね、順調にみんなクラブスピード出てますから、我々。次はもっと楽しみにしてください。振っております。先ほどのパー3バーディー、その前のミドル、ボギー、ミドル、ミドル、バーディー、僕だけダメ、やるよここは。さあバーディーオーナービュンビュンお願いします。ビュン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 振ってください。軽いやつ、軽いやつ。おーおー、わ、腰が折れそうだ。我々バーディーよりも大事にしてることがある。バーディーよりも大事なものがある。それはヘッドスピード、飛距離、ボールスピード。何者にも変えられないこの快感、お願いいたします。はい、ちゃったよこれ。ナイショー。さあ記録 45.5、 おめでとうございます。ありがとうございます。 260.7 ヤード。おお、まだほんと上がった。クラブスピード、クラブスピードすごいですね、うん、これちょっとみんな力みますよ、この YouTube 見たら。これはライバルたち力みますね、間違いなく。粛々と300飛ばしてよ、粛々とね。しょー、行った。いやー、さあ記録は 48.7、 残念 283.9。 ちょっとやっぱ薄かったんだね、やっぱ力んじゃうと薄かったね。残念、申し訳ない。ドライバー取ってください。さあ俺は今年ね、まだね48いってませんから、私ね、もう49歳だからね、48コースじゃ出ないんですよね。でも別企画で50に戻すっていう企画があるからね、48は通過点でありたい。47.3、 283.9。 あ、でももう君より効率がいい。あざーす。おー、さあ計測ホール、最終ホール振っております。
重いの振ったら軽いの振れと。うう重い、軽い、重い、重い。じゃあ最後5機もう一回黄色振った。俺の PT は軽いから。行くよ。これにはね、目標が各自あります。下田さんは初の46超え、私は48超え、豪輝はね49超えということでね、各自人生をかけた戦いがありますから、それぞれの負けられない戦いがパーソナルベストを出せるよう、さあ行きます、お願いいたします。星が行きます。さあ46へのラストトライ、オー！ナイスショー！ワオ！おお！おお！おお、45.4！ 頑張った！もうちょっとだ！もうちょっと！でも5ヤードしか曲がってない。もういいっすね。2800回転、ボール 29.6 ヤード高さ、キャリー241、トータル262、100点。やったやった。さあ豪輝星のファイナルアプローチ、オーライカントリークラブ9番ホール目指せ300。風はアゲンスト。越してんね、バンク。すごいね。ちょっと上がっちゃった。ああ、すごい。49.8。おお、すごい。おお、すごい。ほら、ほら、ほら。ボールスピード 73.3。おお。球40ヤード上がってるけど、アゲンストで280いってる。これすごいね。世界クラスの球。初めてじゃない、こんな球。初めてでしょ。ボールスピード最高記録でしょ。うん、ヘッドスピードも最高。ヘッドスピードも最高。おお、じゃあもう前ホール振れ。今まで踏んなかっただけじゃないか。すごっ。49.8 は、これはもうすごいわ。すごい。アゲンストで200、だってバンク超えたもんね、左の。おお、何も怖くないじゃん。アイアン練習するだけ。アプローチもうまいし、チップインよくするし。さあちょっと緊張してきた。私 46.1 で272ヤードでございました。修行します。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。下村さんね、昨日の後半から、はい、これやってるんですよね。はいはい、で3日間の今日は3日目なんですけれども、ちょっとね、初日のスイングと初日のねデータをここに出します。ご覧ください。はい、こういう感じなんですよね。まあ43ぐらいですね。そうですね、クラブスピード43ぐらいだったものが昨日の午後からですね45を超えるようになって、今日はこのハーフ1球も45を切ることがなかったです。昨日はね、一番飛んだの278ぐらい、はい、ここに出します。おお、年いい感じの球。そういう形でね、かなりスピードアップ、レース乗り出した。で豪輝もね、最終ホール、ありがとうね、いい YouTube になった。パーソナルベストの 49.8 で、ね、ボールスピードも 73.3、 アゲンストで280超えるというね、素晴らしいドライバーでした。で私はね、
まあ、最後ちょっとねビビってしまって、46.1 だったんですけれども、それでもね体感的には今日キャンプ6日目で、実はね午前中なんか45ぐらいに1回落ちてたんですよね。そうすると後半今日47ずっと超えるようになって、まあ、最後46ちょいでしたけど、かなり体感的にはスピード上がりました。簡単にねできる方法なので、皆さんもぜひラウンド中にちょっと間が空いてる、間がね詰まってる時なんかやってみてください。今日の動画がいいなと思った方ぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。